マイク・スコットは、アメリカ合衆国バージニア州、チェサピーク出身のプロバスケットボール選手。NBA のフィラデルフィアセブンティシクサーズに所属している。ポジションは、パワーフォワード。バージニア州の高校から、大学も地元のバージニア大学に進学。同大学の中心選手として活躍していたが、4年生児の2010から11シーズンに足首を負傷。シーズンの大半を欠場し、 NBA 入りに向けてのアピールができなかったため、バージニア大学とスコットは NCWA に交渉扱いを申請。これが認められてスコットは5年生までプレーした。その後2012年の NBA ドラフトにエントリーし、43位でアトランタホークスから指名された。1年目の2012から13シーズンは、ウバットルでのプレーが多く、40試合の出場に終わった。 2013から14シーズンから出場機会が増え、平均9.6得点を記録。2014年オフに2年間の延長契約を結んだ。その後は、スピード違反や覚醒剤所持などトラブルを連発。結局2017年2月23日にフェニックスサンズに放出され、翌日解雇された。高渉203センチメートルとややサイズ不足ながら、 運動能力の高さでリバウンド争いに絡む。またアウトサイドからのシュートを得意としており、3ポイントシュートの成功率は30%台を誇り、ストレッチ法としての可能性も垣間見せている。ありがとうございます。